フルーツブーケフルーツブーケはカットした果物を花束のように見立てて飾り付けたアレンジメント。アメリカ発祥のフルーツを使ったパーティーギフト。一口大にカットされた果物をスティックに刺して容器にアレンジしているため一本一本抜いて食べることができるのが特徴である。取り分けが簡単なため汚れない片付けが簡単といった点からパーティーなどでの利用に適している。 主に、ホームパーティーやお見舞い、イベントのケータリングなどで利用されている。また、フルーツ以外にも、野菜を使用した、ベジブーケや、ブーケサラダ、お菓子を使った、キャンディブーケなども存在する。フルーツブーケの発祥は1990年代アメリカ。花屋を営むタリック・ファリドが、健康的で美味しいフルーツを使って、ブーケを作り始めたことがきっかけで誕生した。 ファリドは1999年にエディブルアレンジメント社のベンチャービジネスとしてフルーツブーケ販売を開始する。フランチャイズ展開で事業を拡大し、フルーツブーケをアメリカのパーティーギフトの定番として定着させた。その後、カナダ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、カタール、イタリア、トルコ、香港、オマーン、インド、中国、バーレーンなど、 次々と海外にフルーツブーケを広め、全世界で1200店舗以上のフルーツブーケ専門店が展開されている。日本でフルーツブーケが広まり始めたのは2016年頃である。2015年3月、IT 企業を経営する菅原真嗣氏が海外でフルーツブーケを目にし、日本に広めようと、その1ヶ月後にプレジール株式会社を設立。 翌年3月には日本初のフルーツブーケ専門店としてフルーツブーケのウェブ販売を開始した。その後、フルーツブーケは著名人のお祝いやイベントなどのサプライズプレゼントとして活用されていることが SNS や雑誌などで話題となる。2016年10月にはグーランキングのパーティーで盛り上がるものランキングでも1位に選ばれた。現在ではフルーツブーケは 専門店や、生花店、レストランや、カフェなどで販売されている。オアシスやスポンジ、レタスなどを容器に入れ、スティックを刺すための土台を作る。パセリやレタス、ハーブなどを歯に見立てて飾り付ける。クッキー型や果物ナイフを使い、フルーツを好みの形にカットする。カット後、フルーツをスティックに刺す。スティックを土台に刺し、アレンジメントする。果物の他に、 マシュマロやチョコレート等のお菓子が使われることもある。ありがとうございます。